時短1万回です。あ、はい、勝負します、やりましょう。まあ、罰ゲームの一環としてじゃあ名前改名しましょう。改名、はい、改名やりましょう。え、もうトミーじゃなくなるわ。危ない。あ、シーサー掴んで掴んで、やあ、はい、それではトミー今日もよろしくお願いします。お願いします。久しぶりですね、収録。実はそうですね、何やかんや2ヶ月ぶりぐらいになっちゃうんです。嫁ブロックかかってたんでね、我々。そうですね。頑張って、これからも諸事情あって、そうです、ね、ちょっとだけお休みさせていただきましたけど、はい、まあ今後も、はい、頑張らせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっといつも通りやっていきたいと思うんですけど、今回のゲストトミーの方からじゃあ。そうですね、はい、まあ、今日はちょっと三協さんのショールームにお邪魔して、4月19日から稼働開始予定のバルブレイブ2売っていきたいと思うわけなんですけども、毎回のごとくですね、まあ、私一人では心もとないということでですね、いつも豪華なゲストをお呼びしまして、機械の良さを探っていこうかじゃないかと、はい、いう番組なんですけども、どなたなんでしょうか。私ね、初対面なんですけど、はい、もうこの業界でね、 YouTube を持ち込んだ男と言っても過言じゃない、うんうん、確かにパイオニアと言っても過言じゃない、確かに。そんな男をお呼びしたいと思います。シーサさんです。こんにちは。あ、こんにちは、ロードスクリーンのシーサです。どうもはじめまして。どうもはじめまして、よろしくお願いいたします。トミーさん、お久しぶりでございます。元気でしたか。あの2ヶ月ぐらいお会いしてない間に、はい、何かこういろんなことがあったっていうのは聞いてるんですけれども、ちょっとその辺もね、後で聞きたい。そうですね、三協さんのね、寝台を一緒に打てるということで楽しみにやってまいりました。今回の番組って、はい、どんな番組なんですか。ちょっと趣旨がですね、はい、あのまあ、コロナ共同プロジェクトというところでやってましてですね、はい、この動画は広告収入が今入ってますので、はい、その収入をですね、まあ、看護協会の方に、寄付させていただくという企画になってます。あ、素晴らしいですね、はい、ですので、まあ、あのぜひともチャンネル登録と、はい、まあ、よくご覧になられてですね、それがすべてそういうふうにあの寄付に回させていただいてますので、ぜひともちょっと、はい、ご支援いただきたいというところです。なるほど、はい、じゃあたくさんの方に見ていただいて、より多くの寄付ができるように我々はここで頑張らないといけないですね。そうですね。いや、でも今回ね、まあ、最新台ということで、はい、まだこの動画が導入前に配信されるということも聞いてますので、結構ね、我々の展開次第では多くの方に見ていただけるんじゃないかと思います、ね、はい、ただ僕初見なんですよ。何にも分からずに今日来てしまいましたので、なのでいろいろ勉強しながら。そうですね、ちなみに私は今日は実は3回目の次第になるんで。ベテランじゃないですか。でもスペックも頭に入ってるし、もちろん演出なんかも分かるし。あ、そうですね、なんならもう出し方も知っとるぞと。ハードル上げられてるよということですね。悪いな。いつもトミーさんと打つときって何かしらこう勝負してるんですよ。そうですね、はい、まあ、なので今回も、まあ、僕相性いいんで、シーサーさんとの対決っていうところではね、対決になっても面白いかなと思ってますので、はい、ちょっとその辺も考えながら、どんな対決になるかちょっと楽しみですね、はい、やっていきたいと思います。はい、我々の動画もね、あのバルブレイブも初見ということなんで、はい、今日はちょっと思い知っていただこうかなと思って。そうです、ね、はい、殴られないぐらい、怖いこと言いますね。殴られないぐらいの頑張りですね。いやいや、ちょっとやめてください。シーサーさん自体も丸裸にしていけたらなと思います。甘いでやる。やめてください、僕そういうのはあんま慣れてないんですけど、打たれ弱いので、あのお手柔らかによろしくお願いします、はい、それでは本日もよろしく、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで今回は P フィーバーバルブレイブ2ということで、トミーさん、はい、僕、初めてこの筐体見て、はい、まさに今初めてハンドルを握ろうとしてますんで、はい、分からないことだらけなんですよ。なるほど。だから演出に関してはトミーさんの方が多分いっぱい知ってますよね、まあ、そうですね、はい、あと後ろで、はい、天の声さんが、なんかこう資料みたいなのを手に持ってるんですよ。なるほど。だから分からないことあったら、そうですね、ちょっと天頼みということで、天に声を仰ぎながら、はいはい、やっていけたらと思います、はい、あ、はい、勝負します。やりましょう、いつものように。いつやりますか、はい、勝負。じゃあラッシュ中の表示での獲得枚数、あ、獲得玉数ですね、はい、出玉勝負でいいですか。わかりました。じゃあ行きますよ。行きます。はい、お願いします。お願いします。さあ、そして今回の P バルブレイブ2ですけれども、はい、まあ、簡単にスペックの方からお話ししていきますね、はい、大当たり確率通常が、約 319.7分の1、はい、でこちら VST タイプとなっております。で、ラッシュ中の大当たり確率が約32分の1と。そしてですね、ラッシュ突入率ですけれども、はい、直部1からの抽選は 50% となっているんですが、ラッシュに漏れた時時短が100回ついてきます。でトータルのラッシュ突入率が約 58% ということですね。まあ、ここまでは一種二種でも VST でもよくあるタイプの振り分けなんですけれども、はい、ラッシュ突入時の継続率、
まずこちらがですね約 90% めちゃめちゃ高いです、しかも、はい、右打ち中ですね、まあ、簡単に言うと約1分間に40回転ほど消化するということで、めちゃめちゃ速いんですよ、はいはい、大当たり感のその図柄の回転も、ただこれまでのその VST タイプって割と初当たりのラウンド数ってこう少ないところが多かったじゃないですか、突破してなんぼみたいなところあったんですけど、今回のこのバルブレイブ2ですね、へそ入障時での大当たり25% で10ラウンドもらえるんですよ、そうですね、ちょっと待ってくださいね、説明してる間にシーサーさん来てますよ、いきなり来てますね、パチンコ最近よくあるなんとか演出、4大演出みたいなの、今回もこのバルブレイブ2あるんですけれども、はい、まずその4大演出の一つとなるのがこの V 図柄停止、だからこの V が止まった時はね、あ、しかも腹切り、腹切り 4.5 で、さっきの話の続きなんですけれども、へそでのあたりの 25% で、10ラウンド1500発もらえるんですよ、なので出玉的にもね、こう初当たりからこう安定する可能性があるというのは嬉しいですよね、確かにそうですね、でもちろんその時はラッシュ確定の大当たりだし、はい、25% 大きいですよね、大体いや大きいです大きいです、うん、少ないラウンドで初当たり終わる台多いので、はい、おい、はい、早い、まあ、ここからですよ、早くもですね、さああとここからですね、ラッシュに突入させれるかどうか、大当たりの後に革命の時に入るのか、でこれで成功するとラッシュ突入で、ここは図柄告知、噛みつき突発、小国クッキング、ビーストハイっていう演出を選びます、ここでだから電サポが何回かっていうやつですね、なるほど、ちょっとね初めて当たりを引いたので、まあ練習みたいな感じですよ、これを成功すると70回の ST で、失敗するとリベンジモード、それと別に革命の夜明けステージっていうのがあるんですけど、その革命の夜明けステージに行くと潜伏のチャンスかもよっていうところですね、トミーとシーサーさんもえらい長いことやってるじゃないですか、丸1年そうですちょっとぐらいですね、1年ぐらいやってまして、もうそろそろイライラするとことか出てるじゃないですか、たまにイライラされますよね、あの今大事なところなんでちょっと黙っといてもらってちょっとこれ終わってからしてください、あ、わかりました、これでラスト8回転目終わってきましたよ、はい、おー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 、来た、なんか左上に行ってたよ、左上にこれは来たで、これはさすがにね、しかもこれタイマーもあるんで、まあ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 、で赤字に変わったんでチャンスアップ、おい、杉の花粉のこの子の木のなんかこう来ましたから、これは暑いですよ、何中説ですか、その杉の花粉のこうなんかこういう来ましたから、これ完璧でしょ、はい、注目、あ、紫だ、めっちゃ熱そう、これいったっしょ、トミーさ、え、3回目って言ったっけ、打つの3回目ですね、今日、うん、僕1回しか打ってなかったけど、はい、久しぶりにこの機会はね、ええ、大当たり中面白いなと思って、はい、あー、なるほど、天の声が言うんやったらもう当たりやないじゃん、お、当たった、よし、25%引いちゃえ、直行いっちゃえ、これ25ラ、あ、25ラウンドじゃないや、 25% の10ラウンド引いた時って図柄も V 図柄揃い、ね、あー、あ、人間やめますか予告入った、うおー、人間やめますか予告、さあこちら4大演出の一つと言われている激アツ演出ですね、おい、あ、これ見たことね、めっちゃ綺麗、あー、いいですね、これ V 図柄天使がそもそも熱いのに V 図柄天使と人間やめますか予告が入ってきたっていうのめちゃめちゃ熱いじゃないですか、これで外れたら大事ですよ、人間やめるしかないですよ、いやいや、人間やめてもらいましょう、どういうこと、めっちゃ怖い、なんか知らんけど、お手本見せろ手本見せろやり方がわからんでも人間やめたくなるときってありますよね、そうですね、なんかね3日に1回ぐらいやめたくなりますよねなんで人間に生まれたんだろうってなんか人生に疲れた中年の2人ですいや、時々疲れること、わー、来た、ほら、えい、え、嘘まあ、シーサさん、シーサさん、いやいや、まさか、まさか、人間終了、まさかですよ、まあまあまあ大丈夫でしょう、シーサさん人間やめてもらいましょうね、腹の長い長い、ほら、おー、かっこいい、はい、かっこいい、あ、もう一回人間やめますか見れるんだ、はい、これで当たりになります、
さあ特需1での初当たりということで 25% が10ラウンドラストですけども、まあ基本的には3ラウンドというところですね。めっちゃかっこいい。あ、革命ヘブンいった。出玉勝負ですよ、トミーさん。よしいきます。さあこれで大当たりが終わって革命の時に突入しますと、はい、でこの時点では時短8回か70回かがまだわからない状態ですね。おい、早い。でここクリアすると、まあ、そのまま8回転のあと残りの62回転の ST を消化するっていうことになります。そうですね、はい、やっぱアタッカーの開きが早い。手を止める暇ないですからね。そうです、そうです。赤同色が出現すればチャンス、 V 字柄が停止すれば演出成功、革命ヘブンに突入、 V が止まれば革命ヘブン突入ということですね。で告知方法今書いてありましたけど、いろいろ選ぶことができます。すごい楽曲が良くて、はいはいはい、誰が歌ってるんですか。TM リボリューションの西川さんと、はいはい、さんが歌ってるんですね。水木奈々やし、ちょちょほら水木奈々、ほらシーセさん早くしてもらっていいですか。ちょっとせかさんでください。まあまあ早く売ってますけど。あ、この演出見たことない。おーい、おー、ラッシュ中 V 図柄は7ラウンド以上の大当たりということですね。いやこれでもトミーさん僕ちょっと心配してますよ。こんな出玉スピードが速い台がまた導入されるのかと思うと、ね、だってキコーナさんって玉箱好きじゃないですか。あります。拡大係数機を入れれるにもあえて玉箱使ってるじゃないですか。あー来た来た、とまたスタッフの方大変ですよ。そうですね。あとまあ、言い方悪いですけどこの年末年始にかけて、はい、まあ、一種二種混合がほぼほぼ出てきて、はい、もう乗るか反るかみたいなのが一瞬で分かっちゃうような機会が多かったですけど、この場合 ST 機なんで、はい、ダラダラではないんでスピード感がありながら、はい、この70回の格言を楽しめるっていうのも、そうですね、しっかりこう楽しみながら打てるっていうのもいいですね。さらに1万回が選ばれている可能性があるというところで最後 のリザルト画面まで分かんないというですね。はい、はい、さあじゃあこちらも継続率約 90% の革命ヘブン、どっちが出せるか。そうですね、審査さんね、なんかね、はい、いい人感出てるでしょ。トミー出てますね。あのね、すっごい真面目な方です。まあ真面目かどうかあれですけど、このまんまですね。真面目というか真摯というか、はい、本当になんか私と一緒に絡んでもらってて、はい、いいかなって、すごい真逆の人間やなってすごい思います。はい、でもツイッターで入れてましたよ。営業頑張ってきます。あのネタ的に、はい、ちゃんと、ね、お会いできるんで、そうですね、しっかり、はい、ちゃんと見てるんですね。怖っ。やっぱツイッター怖いっすわ。いやそうですね。実は僕3日前にツイッター始めたばっかりで、いざ自分でやってみると、あ、こんな一瞬で反応していただけるんだ。いやそうですね。良くも悪くもこれは狂気になるなって思いました。いや本当に。私がちょうどお仕事させていただいて1年前に伺った時は、はい、いやそれはちょっとやってないですねっていうお話されてたから、あ、これはまあ相当強い意志を持ってこのポリシーを持ってやられてるんだなと思ってたんですよ。正直、はい、まあ、出遅れた感はもちろん最初あったんですけれども、それに対して、じゃあみんながやり始めたんで僕も始めますということは言えなかったんです。いやいいんじゃない、うん、いいんじゃないそういうの、でも俺はしないよって最初に言っちゃったんですよ。がためにやることがすごいなんか敗北感に感じていて、なるほどなるほど、面倒くさい男ですね。それを僕が、いや僕はやりませんよって言ってたんで、いやだから相当強い人だろうと思ってたんで、はい、逆に嬉しかったっすよね。ああそう言っていただけて、めっちゃ嬉しかったっすよ。いやでもありがたいことにこういろんな方と共演する機会も増えて、いろんなチャンネルいろんな動画に出させていただくわけですよ、はい、その時に何でそのチャンネルに貢献するかって言ったら、まあ、もちろん再生数っていうのも大事なんでしょうけれども、その前提としてどれだけその情報を拡散できるかっていうところが演者の力にもなるわけじゃないですか。その大事なツールを持ってないっていうのはやっぱりこれは営業マンに対しても失礼だし、呼んでくださった媒体とかホールさんに対しても失礼だなという気持ちがちょっと強くなってきたということですね。今までだいぶ失礼してたってことですね。そういうことですね。だいぶ失礼しとったそうですね、だいぶ失礼しとったですね。もっとやりたいことが大きかったっていう、ちょうど僕らが辞めた頃がこれから日本でも YouTube が広がっていくよっていう時代で、はいはい、まあ動画の時代に入ってくるっていうところだったので、はい、いやでもそれをシーザーさん見事その風をね、3645、いやここまだ分かんないですよ。ここで1万回があるかもしれないですよ、ね、ここで 6% 残ってますから。そうです。あ、6%、これが基本的に ST70 回なんですけど、右打ち中の
6% で、お、見て見て見て、カメラ寄ってください、カメラ寄ってください。いいですか、普通は70回ですよ、ST が。見て右の数字、残り9921になってますよね。これが今回のバルブライブ2の面白いところの一つです。1万回の時短が 6% でやってくる。1万回ですから、もう次のあたりは約束されたも同然ですよ。だから70回の ST よりも安心してここは消化できますよということです。で、これが今みたいに終了画面が一旦出た後に復活、それが嬉しいですよね、として来るじゃないですか。だから最後まで諦めちゃダメですよということなんですよ、うん、めちゃめちゃ面白いですよね、これ。あ、やばいって言ってたらもうほら V ゾロイで7ラウンド以上でですから、まあ 6% ですから、はい、ないわけじゃないじゃないですか。ないわけじゃない、しかも継続率が約 90% なんで、大当たりも10回に1回ことあるじゃないですか。そのうちの 6% って言ったら結構現実的な数字です、ね、あ、おお、何やこれ、あ、やばい、お、まあ、1万発、うん、66連。じゃあ終わりやったらトミー一旦お待ちの方で、あ、終わった、はい、あ、待っといてください。1万140、はい、そうですね、はい、多分ですけど本当に普通に1万発ぐらいは期待できる性能だと思うんですよ。そういうことです。その普通じゃないシーサーさんはその YouTube の流れを捉えたという話をしてたじゃないですか。もうガボガボ儲かってしゃあなかったですね。そうですね、その時はだいぶいや、もうこれ実際の話なんですけど、まずその動画収録とか、うん、その YouTube の仕事っていうところに相場がなかったんですよ。相場がなかったので、これぐらいかかりますって言えばそうなんだっていうところだったじゃないですか。で、どん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 チャンネルができて、まあ、YouTube に出られる方が出てくると、ある程度の相場っていうのがこう作り上げて来られる、できてくるじゃないですか。来店でとか収録でとか配信でとか、だからその前に始められたっていうのは良かったですね。ただただですよ、10年前 YouTube のパチンコパチスロ動画って広告つかなかったんですよ。ですよね。だから広告収益はなかった。だからそういうことですね。だから収益の主はメーカーさんとかホールさんとかだったんですけど、それがだん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 こう広告収入っていうのがついてきて、まあ、販売っていうところではなくてこう広告収益でっていうところを見込めるようになったりとか。でこれ基本的には ST 中の大当たり、まあ、VST なんで V に入ってラッシュ継続という流れになるんですけれども、常に約32分の1ではなくて319分の1に戻る時があるんですよ。でその時に1万回の時短がこう選ばれるということなんですけれども、 VST なんで実は大当たり中にその V に球が入ったかどうかを見とけば、これが32分の1なのか319分の1なのかも分かっちゃうっていう台ですね。だから楽しみ方も本当にこう突き詰めればかなり奥深い機種になってます。これまた V になるでしょ、あ、赤になるのか。この再抽選も赤になるのか V になるのかっていう3段階あるのが面白いですね。あの一つ言っていいですか、メーカーさんのショールームに死んだうちに来てるじゃないですか。こんな話でいいんですか。いいです、こんな話でいいですか。いつもこれで今回はしかも三協さんからはいやってくれたら助かります言われて。そうなんすよ、もういやもう普通ショールームで寝台を打つってなったらボードを用意したりね、あのこの機械の4大演出がこれとこれとこれとこれでとかで、スペックこうなってます、はい、でなんかいろいろこう機械について触れていくわけじゃないですか、はい、ほとんど機械に触れてませんけど大丈夫ですか。基本的にはあんま触れないですね。寝台おまけみたいなもんなんです。寝台おまけ、じゃあここじゃなくてもいいや別に。なんでここに来たわざわざ。サッカーがめちゃめちゃうまいんですよ。あ、なんかサッカーっぽいんですよね、見てました僕、はい、本当ですか。ぽいっすぽいっす。どういうところがですか。なんかね、髪型こんなサッカー選手います。ヘディングしやすいぐらいじゃないですか。まあでもサッカーには適した結構体なんですよ。いやでしょ、はい、あ、思います。適当に言ってません。フォワードでしたよね。いやウィンガーでしょ。あ、違う、フォワードです。あ、そうですね、ウィンガーって。あ、ウィンガーって言うんですよ今。ウィンガーって言うんですか。はい、来ましたよ、もう1万発オーバーです。さあこれで1万発オーバーですけど、どれくらいやろうな。あ、もう負けますやん、トミー。負けました、はい、まあ、だから普通ぐらいですねって言ったじゃないですか。そうです。で自分は普通じゃないと、普通以上見せないとやっぱいけないじゃないですか、はい、さあ見せますよ。シーサーっていう名前は守り神ですか。いやいや、高校生の時からシーサーっていうあだ名で、はい、髪型ですか。どこがシーサーですか。本当適当なこと言いますよね。シーサーの色は本名なんですよ。本名をもじってるんですよ。僕はもう何のひねりもないないよ、うん、なんかこう、SNS とかで検索したらトミーってまあまあいるんですよね、うん、いやでも当たる人はパチッと当たりますもんね。あれを
するためにはなんか名前改名しようかなと思って。あだ名を審査さん考えてあげてくださいよ。そうですね、まあ負けたことですし、まあ、罰ゲームの一環としてじゃあ名前改名しましょう。改名、はい、改名やりましょう。軽っ、改名やりましょう。ゴミにしましょう。ゴミにゴミにしましょう。なるほど。じゃあ次の勝負で負けたらにしましょう。じゃあ次の勝負で負けたら何今回なしにしても勝負やったやんけ。じゃあ次の勝負で負けたらもうゴミじゃなくてゴミです。伸ばさんゴミ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 、まあいいまあ、ゴミみたいなもんなんでね。いやでもまたいろいろトミさんのことなんで忙しくなるんじゃないですか、4月から。どうなんですかねって言いながら、コーナーチャンネル の、 あの、はい、トミーとシーさんのやつは、はい、今出てないじゃないですか。奥さんにあかん言われたんで、ね、まあ、あ、自分の判断じゃなくて、あ、違います、違います、家庭 NG が出たんです。夜中は家にいてって、早く帰ってきてってっていうより、他の動画を見ていただいて分かりますけど、まあまあそれなりにやっとんのと、はい、やっとんのって、あもうほとんど服着とらんやないかよ。相当怒鳴られました。まあ、怒鳴るというより、まあ、コンコンと。あ、でもそれ奥様は相当やっぱ強いというか。そうですね、強いですね。あとはまあその年頃の娘がおんのに、はあ、お父さん何してんのって言われたら、この動画見て何してんの言われたら、あんたどうすんねんと、いじめられたらどうなんすんねんと、何も言えない。まあわかりました、そういう事情だったんですね。それで、はあ、まあ会社等もちょっと相談させていただきまして、もういろいろ席ポストではないんですけどね。わかりました、ちょっと待ってください、ね、はい、はい。さあというわけで今30分ぐらいですかね、ラッシュ消化したんですけれども、見てください、もう100連撃まで行きましたよ。わずか30分ほどです。で今、まあ、表示上ですけど1万5400を超えている表示で、まあ、実際の出たままもう軽く1万発超えているというところで、まあかなりの瞬発力があるとは聞いてましたけれども、この出玉スピード本物ですね、富さん。やばいですね。すごいですよね。で大当たり回数が何回じゃなくて、この何連撃がまた気持ちいいじゃないですか。まあ、こういう台ですよということです、今回のラッシュは。この人こういう人なんですね、トミー。そう、すごいですよ。もうスパッと切りますから。慣れましたけど、ね、編集点をちょっと一応つけたから要所要所で切りにくくなるでしょう。でも使わなきゃいけない時あるじゃないですか。そうですね、もちろんもちろん。わかりました。まあスペック的には VST タイプ、まあまあこんな感じの台って分かって、まあ初当たりで 25% 1500もらえますよと。でもちろん出玉スピードも速いというのはいいんですけど、僕ね、この筐体がいいなと思いました。めちゃくちゃシンプルじゃないですか、うん、最近みたいな。あ、それいいですよね。まあもちろんいろいろガチャガチャしてるのが悪いとかいいのは別ですよね、僕らは安心しますよね、この筐体見ると。わかりますわ、軽そうだなって。それはそう。入れ替えのこと考えてね。驚いたのが、今腕時計型のなんていうんですか、スマートウォッチみたいなので、はいはいはい、呼び出しランプを確認できる。ああ、そうですね、まさにグランキコーナーさんが導入されてるあのシステムがすげえなって。ワンオンもこれって呼べるっていう、だからあんまりこう島の中をね巡回して、おーシードさんも、あっ、これで6パーあるのか、ポテンシャルは18,675、6パーあるのかで、ここでボタン演出が出ればチャンスだったんですよね。2万はいけなかった。いやいや、まあまあ出してますよ。2人でラッシュ消化して、お互い表示上1万超えたわけじゃないですか。です、ね、はい、だから自信を持って、まあ、今回のバルブレイブツこんぐらい出ますって言っていいですよね、うん、我々は。お前と、はい、こんぐらいのポテンシャルありますよと、これはこんぐらいチュレーションですよ、もう。うわー、ちょっと今のカットしてくださいね。でこれトミーさん、はい、言っても、まだ1回ずつしかラッシュ消化してないじゃないですか。たまたまっていうこともあるし、まあ多分ね、自分の名前がゴミってなるのも嫌でしょうから。いいですよ、じゃあもう一度勝負して、はい、もう1回ずつラッシュを消化して、この次の勝負ですよ、だから次の勝負で、審査さんけど自分でやろうって振ったんですから、審査さんも負けたら変えてくださいよ。それやばいでしょうよ。僕の罰ゲームは改名じゃなくていいでしょう。あ、それ以外なんかあるでしょう。それ以外あるでしょう。かわいい、はい、ちょっと今の可愛かったから、それ以外のやつでいいや。めちゃめちゃめちゃおちゃめやった今。さあ、僕トミーさんとの罰ゲームで印象に残ってるのが、はい、僕が負けたら、はい、トミーさんが指定する店で、ね、生放送でゴッドル実践しますって言って、ね、はい、僕が負けて、あの時行ったんですよね。ただ結構ユーザーの反響が良くて、ね、僕が負けたらまた私のじゃあ担当店舗でトミーさんが生配信していただくします。はい、いいですか。いいですよ。よし、4月いっぱい、4月いっぱい、いいっすね、4月いっぱい、はい、改名、はい、うん、改名、ツイッターの名前も、はい、
そう、4月1日から4月30日までいっぱいですね。ゴミゴミっすよ。ゴミ絶対嫌やん。じゃあ行きましょうか。負けないっす。じゃあ行きましょう。行きます。ちなみにショールームで打ってますけど、ラッシュ中の手玉は何も操作できないんで。そうですね、ガチ勝負ですね。はい、シーズンは九州男児だけあってちょっと男気あるよね。さっきの勝負不毛になってるからね。いやでもこれゴミになったらいきなりバーンかもしれませんよ、もしかしたら。いやでもそこは審査さんにもちょっといじってもらう方が跳ねますよね。はい、まあそういじりますよ。そこはありがとうございます。楽しみのある勝負になりそう。絶対ゴミって言われますから。いいですよ。さあ来ましたよ。はい、クイズ空手師、こちら4大演出の1つです。いきなり早い。まあでも今まで我々再三勝負してきましたけど、はい、まあ、勝率は間違いなく私の方が上ですから。そうですね、まあ、今日もまあ間違いなく勝てるんじゃないかなと思ってるんですけどね。トミーさんとはね勝負の相性悪いんですよ、ですね。さあまず通常時の演出ですけどね、この辺りもちょっと先ほどはねあまりゆっくりこう見れなかったというかお見せできなかったの で、ね、はい、注目。このビジョンの色も白より緑、緑よりさっきのこうピンクっぽい紫系っていうんですかね、ああいうのが入った方が強いですね。さあブーツ柄停止絡んでます。そしてもうレバーか、熱いな。はい、うわ早っ。これで大当たりになります。まずは先行する。さあプレッシャーかけていきます、最初から。で、まあおさらいしますと、こちらへそ入賞時の大当たりですね。3ラウンドか10ラウンドで、10ラウンドの振り分けがへそでも 25% あるというところで、これが一つの特徴ですね。はい、というわけでまずは3ラウンドの大当たりを消化していきます。で、この後に時短が8回か70回かが選ばれます。でこの革命の時成功でラッシュとですね。で、告知タイプは4種類、手柄告知タイプ、そしてレバブル告知タイプ、こちらがチャンス告知タイプ、シナリオ告知。じゃあちょっと演出見たいのでチャンス告知やってみましょうかね。お願いします。はい、あ、なるほど、キャラクターで期待度変わってきますよと。料理が美味しければ演出成功です。あ、赤です ね、いいキャラじゃないですか、いきなり。で、この後の流れをもう一回簡単におさらいしておくと、ラッシュ突入となった場合はこの8回転の後なので残りの62回転の ST に入りますと。で、ここ8回転の時短が選ばれていた場合は潜伏確変の可能性がまだ残るので通常ゲームも残り62回転は用意した方がいいですよと。で、どちらにも該当しない場合は100回転の時短がついてきます。で、その時短での引き戻しも加味した上でトータルのラッシュ突入率が約 58% というふうになっています。マリエが出てきたがいいんだけど、あ、マリエ、マリエ、マリエ、一番熱いやつ来ましたよ。料理には自信あり。あ、紫になった。いいんじゃないですか。紫になった。あ、ダメ。あー、ちゃう。おー、いた。おー、さあこれで革命ヘブンサクッとラッシュ突入です。というわけでここから、70回引く今使った回転数ですね、分の ST に入っていきます。あ、当たってる、当たったんだ今。今当たり引いたんですね。7ラウンドの当たりを引いたってことですね。そうですね。あ、一気になんか緊張感が高まった勝負となったら、やっぱりこれだけスピード感のあるラッシュでありながら右打ち中の 40% で7ラウンド以上、要は1000個以上の払い出しを受けれるというのも一つのメリットというか特徴ですね。なんかすごい真面目な話になりましたね、さっきと違ってね。さっきはなんか本当に大丈夫かっていう話をしてましたけど。あ、ちょっと待って、残り4回転、3回転、2回転、危ない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 、あ、シーサー。いや、ちょっと待って、まだ1万回か、1万回引くか、ボタンが出れば、1万回引くか、ボタン出れば、おい出るな、おい、あ、出た、来た来た来た、出てもう出るわ、うわー、はい、1万、これで時短1万回です。さすがやな、やっぱり液晶の右上に注目してください。やっぱこういう世界でのし上がってくる男は違うね。いやいや、助かりました。見て、残り9930回、時短回数。その生配信やってもらった時もゴッと引くまで帰れませんって企画やったんで。そうですね、まあ無理やろうと思ってたんですけど、はい、しっかり時間内に、はい、ゴッと引かれてましたからね。そうですね。あ、それ新原切り、4大演出、富さん
貯めるな貯めるな貯めるな、なんでやねなんで歌舞伎ゴミのにらみをもうええって早くおっしゃもらったでこれウェイさすがに当たりましたねさすがに当たりましたどれにしようかねシーサーさんこれ言ったから、はい、私これカルルスタインシネリオ牧師ね あいいですね違うやつこれであと2つねなんか出るらしいんですよあ それがプラスアルファでされてたら激アツっていうまあほぼ隠れ演出みたいなやつがラッシュ濃厚っていうのもあるようですやばいやばいよやばいよあと54321あー終わった12885、86連撃さあ最後ボタンあれば1万回のチャンスよーっしゃー見えたでちょうど入れ替わりましたねなんかもう微妙見えたでまあさっきはよくできた方だと思いますけどまあそれでもね2回で3万ですから平均1万5000出せてると思えばすごい大事ですよあらああちょっと待ってと見たいやまだまだ旋風がねございますから旋風がおおいやいやもうそれ時短ですよ100回はいもう100回で当たんなかったらトミさんの負けいや楽しみだなゴミどんないやいけよおおやばいやばい まだあるまだあるトミのフォロワーのね絡みが楽しみです、ね、反応が楽しみですよね、うんさあトミーの時短があと25回あーかんわーこれもうトミーじゃなくなるわこれは熱い演出やな先当たるそれまたストレーで当たりましたからね一番強い腹切りの演出です金に光ってるここも終わったお緑緑ぐらいもはや緑に執着する緑緑やるおぉよしよし残り3回でいけるこれはいける、はい、さあこちら2回目の初当たりでございますはい、はい、いけつかめもう集中してるおっさんみたいになってるやんさせそれボートやあかんまたつかんでつかんでやーいある残り3回であるよあるあるよあもうもうおっさんやないですかただのもうその辺のあよし初当たり V これ 25% 当たりお前や直行いや見せますね我々ねいやいやトミさん当たっとらんですよ、まあまあ、まだ当たってますこれは来たでしょでもよし赤文字生きるそれめっちゃかっこいいっすよね生きるよっしゃパラギリアよっしゃやったやったやりましたはいさあ生き残ったいや今度はラッシュまで入れてくださいちゃんとはいいやもうラッシュですよねだからこれ当たったからそっかあそうそうまあこれ時短中やったんで時短で当ててるんでねやりましたよ時短あと残り3回すごいすごい1万2800ぐらいでしたねそうですよねいやー、はい、まあ、はい、色つけて1万3000ねはい激アツヘイヘイ忘れとるわでもシーサさんも涼しい顔してるけど、はい、俺ノーギャラでまだ打ちに行かなかったいやいやそうですよちょっと頭よぎったんじゃないですかいやちょっとねやめてくれと思ってますシーサさんあれですよね車が好きですもんね昔好きだったあ昔好きでした、ね、あ今は今も乗れればいいって言うた方が好感度上がるからなんすかその言い方は好感度下げたいんですか天の声ねそういうとこあるんだよすみませんねもうよっぽどなんか辛いことあるんだろうなおしてなんかね仕事のストレスをここで発散してるのかって思われますよ あんまり言うと最近使った一番高いのは何ですかうちはもともと母親の実家が呉服屋なんですよで着物結構あってで僕の羽織袴を
ちょっと手直ししてもらったんですよね。おお、まあ、それにちょっとお金かかったぐらいの最近それ高そうですね、はい。やっぱりじゃあ成人式なんかももちろん袴やったんですか。いや成人式はスーツです。あら、はい、成人式はスーツでしたね。あと僕らの時代羽織袴はヤンキーのイメージだった。いやまあまあそれは確かにあった。また1万パック超えますよ。わあすごいな。簡単で1万パック超えます。だって3の3で1万オーバーですから。まあそうですね、1万を切ってないですからね。ほんまやな。僕の中では平均1万オーバーです。これやっぱすごい台ですよ。これやっぱりすごい台です。あとやっぱりその ST がある程度の時間をかけて消化するから、はい、刹那じゃないからいいですよね。そうです。じっくり楽しめるっていうのがね。楽しめるし、うん、かといって、はいはいはい、その夜8時9時だったら打てない方そういう人でも早いから。そう当たってしまえば夜10時からでも1万発ぐらい出せます。まあ、言うてる間にトミーも前で7000言うて700円、はい、7000超えました。よっしゃよし1万発突破ですね。さあどうやらこちらは先ほどの記録を超えそうなとこまで来ましたよ。もう1万2000超えてます。おーこれめっちゃ来てますよ。僕めっちゃ追い上げてますよ。さあ話がちょっと違ってきましたもんね。どういうことですか。この、ま、何も違わない。いや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 、このラッシュが向こうなんて話してないでしょ。そんなこと言っとらんでまだ言い出す。いやいや、だってこのラッシュが向こうなんて一言も言ってないですよ。今トミーさんが追いつくかどうかっていう時になってこのラッシュが向こうですよって言い出したんですよ。天の声さん、それはちょっとあんまりでしょ。それは僕九州から出てきて、ここは関西ですよ。やからやアウェイかもしれんけど、それはもう最初に言っとかないか。これは向こうですよって言わんと、じゃあ何のためにラッシュ消化してるって話があるじゃないですか。いよいよ往生際が悪い金持ちだ。いやいやいや往生際も何もないですよ。今ゴムですよ。ゴムだから両方ラッシュ消化してるんですから。今私12600。じゃ頑張って超えてください。こうだから僕は今13500です。勝負やなこれ。いこっちははい12800超えました。あこの辺りあったこの辺り対決ですか。この辺り対決です。むちゃくちゃやなおい。 C さんむちゃくちゃやぞ。こんなこと言うんだったらもうじゃあお互い罰ゲームしますか。いいですよ。いやいや C さん負けず嫌いやな。やっぱり当たり前じゃないですか。負けず嫌いなのかただで働くのが嫌なんだ。別にあのホールで収録させていただくのはありがたいですよ。別に嫌じゃないですけど、この勝負に負けることが嫌なんです。そうですね。あとゴミを見たい。あの SNS 上のゴミっていう名前を。この戦いでいいんですか。いいですよ。はいはい、よーし言いましたからね。なしです。はい、次ないですよ、はい、いやそれは勝負はおもろないとね、はい、やっぱこういうのを打つとやっぱ319やなって思いますよね。あちなみにこれが4月の19だったかな、はい、そうです4月19からですよね、はい、だから配信されるときにはまだホールに設置されてないんですけどもうすぐ打てますんでね。4月19からです。結構導入されるところ。終わった終わったね。何回やらせても2万発超えへん気か。いや十分でしょ。16,455。さあボタンボタン。よっしゃよっしゃ。その1万7000出したらもう文句なしだよ。よし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 。やっぱラッシュ入ってしまうとやばいっすね。これね全然わからんっすね。ただこれお互いね今100連撃超えてこっちが1万6000で富さんの方がもう1万6000行こうとしてますけれども、はい、ラッシュ入ってからここまでの消化時間まだ数十分ですよ。です、ね、1時間経ってないですから、なんならまだ40分くらいじゃないですかね。あれちょっと大丈夫か。届いてないんじゃない。あれ今1万6300ですね。あれこれなら今僕の方はちょっと上です。あかんて今審査さん買ってますよ。今ちょっと僕が上ですよ。おやちょっとあらあらおいトミさんおいおいそこでそこでおいあやばいやばいやばいこれはやばいこれはやばいよトミさん。 あと10おいこれトミ当てんかったばっかり。9 8 あかかかかかか7 6 5よっしゃ3、2、1さあよしトミーゴミーだゴミーだゴミー見せてくれ最後にトミートミーあーそれ貸せないの。あーやったーうわーノーギャラで生中継。ありがとうございます。まあまあこれが外れるってことはないでしょうから。わからんよ。1万回転もしかしたら1万回転その時は待てませんからねもうね。早いとはいえでも勝負って言って片やラッシュにも入れれず終わるのはかわいそうだから。そう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 待ちましたよ、はいはいはい、その証拠に僕2回当てて2回とも1万発超えてるんですから。確かに
どんだけ待たせたことか。その辺考えたら、はい、マイナス5000ポイントぐらいでもいいと思うんですよ。待たせたって、はいはい、ただ実際今1万ぐらいって考えてもらって今シーザーさんがなあの喋った内容全部ワオーンとしか聞こえない遠吠えかワオーン。まだ負け犬にはなっとらん。まあ1万7000ぐらいはないと行かないといけないです。まずはあれこれちょっとシーザーだけど分からんすよ。いやーこれ最後まで分からんよ。面白くなくていい。勝たしてくれ。そうっすよ。おっしゃー。お疲れっしゃー。お疲れっしゃー。いや僕みたいな小物がね5名になったところでやっぱり審査さんがポールさんに来てもらう方が嬉しいじゃないですか。何言ってるんですか。もういいですよ、はい、もういいですよ、もういいですよ。お見事。でもこれね続けたら多分2万発ぐらいはね行きます。ものの10分ぐらい5分10分で出ますからね。ただトミさん今日ショールームお借りして売ってるのでちょっと時間の方がもう、あ、わかりました、ね来てますので一応ここまでと、はい、いうことで勝負の結果はエンディングで。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。トミー見事。いやーお互い ねもうすごかったですね。めちゃめちゃ早かった。白熱した戦いっていうのがね1年間やってきて、いや本当ですよ。だから最後まで本当にどっちが勝つか分からない、分からなかったじゃないですか。で結果どうなったのかっていうところです。まずはじゃあ勝負の結果からちょっと教えてもらっていいですか。どっちが結果を教える。はい、いやいや最後ちょっと微妙なジャッジだったと思うんですよ。一応で僕らでこう勝った負けたって決めるのもあるな。こんな方でしたっけ。いや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 、どっちが勝った。わかりました。じゃあちゃんとね、はい、勝者シーサーっていう感じ。いやいやいや、勝者トミー。よっしゃー。ありがとうございます。いやでもトミーさん最後の追い上げすごかったですよ。全然当たらなかったし、もうその間にシーサーさんバンバン出玉増やしてたんで。そうです。ただね、一回あなた負けてるんですけどね。どうですか。別にあなたもゴミにしてはいいじゃないですか。そう両方やるよ。痛み分け。じゃあ4月1日からゴミで、はい、ね、はい、まあトミーさんが指定するトミーさんのエリアの上 で僕らがまあシーサーの収録としてなんかパチンコかパチスロか打ちに行きます。なるほど。これでどうですか。どうですか。いやもうやりましょう。もうそうだそうだ、確か僕1回目負けてたもん。そうそう、じゃあそうしましょうか。楽しみですね。さあというわけで、はい、まあ勝負の結果出ましたけれども、はい、いかがでしたか今回このフィーバーバルブレイブ2。まあ私正直本当3回目のねシダで、はい、いや打てば打つほどですね、はい、なんだろうこの機械の面白さというか凄さをね感じられたんじゃないかなっていうのは、あ、はい、正直な印象でした。もちろんこちらキコナグループさんの中にも設置されていくわけですよね。そうですね。こちらも、はい、まあ、最速で4月19日からということなんですが、はい、まあ、早めの段階で入れていかれるということで、そうですね、4月中にはキコナさんでも打てるということで、はい、それは間違いなくそうなると思います。ぜひお近くのキコナグループさんで見つけたらチャレンジしてみてください。で僕はもう本当のガチの初見で、はい、初めて見て初めて言ってよくあるタイプの機械かなと思ったんですけど、まずその通常時の初当たりで 25% で10ラウンドが取れるっていうのはこれがね、うん、結構後から効いてくるというか、うん、初当たりで要は1箱ぐらい出るわけですよ玉箱で言ったら。これめちゃめちゃ嬉しいですよ ね。あと何回かお見せしましたけど、右打ち中 の1万回時短これが 6% っていうのが 90% 継続の 6% なんで、かなり現実的な数字だなっていうのは改めて感じました。実際ね、うん、我々で3回引いたわけですから。そうですね、まあ、だからへそからの当たりも嬉しい部分があって、で右打ち中も終わったと思いきやその1万回の負担があるっていうところは、やっぱり他の機種では味わえないような楽しさが詰まった機会になってますし、もともとね、シリーズ1作目設定付きのパチンコ出てましたけども、はい、まあ、個人的にはその1作目の、フィーバーバルブレイブをしのぐような感じになっていると思いますので、いや間違いない、まあ、ぜひですね、4月以降導入になった時には皆さんもチャレンジしてみてくださいですね、はいはい、というわけで今回、はい、ショールームで最新台を打たせていただきながらほとんど新台に触れない実戦となってしまいましたけれども、まあ、もちろん我々がこう公約した罰ゲームは実行したいと思いますので、はい、今後ともこのキコーナチャンネルと、そしてトミーさんの SNS と、そして私シーサのツイッターの方を、ね、チェックしていただけたらと思います。それではまたお目にかかりましょう。バイ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 